主人の両親の代からですので、はい、三代、あの部が継げば三代目でなりますね。私は途中から来たんで、お嫁に来たんで知らないんですけど、はい、あの主人の話によるとうなぎ屋が最初で、はい、帰ってきました。帰ってきてないか、はい、うなぎ屋がさ、声が似てるから帰ってきたかと思って、うなぎ屋が最初で、あと八百屋と柏屋、柏屋って言うといいかな、鶏肉屋でしてたんですけれども、はい、最終的に鶏肉だけになったという感じで、はい、いろいろ商売してたみたいですけど、面白いですねって聞いてます私はこの子しか知らないんですけどね、はい、あのお父さんがかなり器用な方だったみたいで、商売ねから商売人じゃなかったんでしょうか、うん、私が来た時はいなかったんですけど、お嫁に行った時にはね、はい。